はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。とりあえずこの職業で、よいしょ。消費量4分の1の方がいいわね。で、こっちも2種職業特性あるんですけれども、ここはどうしようかね。宝箱出現率、いや、ここは、これでいこう。で、技もいろいろ持ってますけどね。この応急手当はこれは回復。みなげる闘志はこれは、確か攻撃力上げるやつだったと思うんです。で、装備はどんな感じかというとね。普通の海賊の帽子。ちょっと古い。それ相応の攻撃を持たへん。それは攻撃できる。結構高そう。髪止めや。ペンダントじゃ、もうここら辺、適当や。はい、ということでね。フレイルか、アサルトライフル。鉄拳付きの危ないせっかくもらったんやけども。はい、アサルトライフルです。はい、じゃあもう設定も終わったところに行きましょう。機内では高めの金とか骨やいろいろごちゃ混ぜに入っている。よいしょ。はい、ヒントが本日は以上、お茶までね、入って、よいしょ。はい。ねえ、ここの、5面、離れ離れは、一番多くて、27個あります。27個ありますが、そのうち3個は、港町にありましたので、残り24個を、集めます。残り24個。65個あるわけですね。終わったら65個になるわけです。よいしょ。OK。まずはここ。綺麗な水が5つ。やったね。回復アイテムは大事や。はい、ということでね。ここで、ここの漂流先、ここにね、このマリの漂流先にね、めっちゃ多いわけですよ。これ14個あるんですね、マリのところだけで。基本的には一本道だ。どんどん進もう。1マップ目。あった。えい。モンスターが出てきます。うわ、ランドロス。また見せしましょうかね。どんだけ攻撃力上げんのお前ら。もうリライフしようかね。戦いの時、こちらも高記録アップです。なんで蜂の名前がラドンなんだろうか。いてぇ。かなりの確率で反撃してきます。結構ね、二人で戦う割にね、敵が強いんですよ。ちょっとゲームバランスの調整をミスりましてね。まあでもその辺もね、そのまんまでいきたいと思う。はい、また新顔が出てきました。よいしょ。何でも。猛毒バナ。そのまんま。いえいえ。お、毒だ。次の攻撃力3倍。毒花粉。
しょーよいしょ。で、これで、もう一回、敵全体を切る。プロテクション。そら効果ないわ。恵みの雨。いえ。サザンクロス。ふぅー。よいしょ。トレントの名前がね、その木田太郎っつってね。よいしょ。よいしょ。さて。これ分岐点があるんだよね。どっちだったっけ？どっち行けばよかったっけ？はい、来ました。また新顔です。さ、これ強かった気がするのよね。強かった気がするのよね。天の騒ぎ。ひえーひえー物語の際。もう言う。もう言うてられんわ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。敵が結構強いのよね。ワオ。よいしょ。森の雫。これは回復魔法です。まあ、森の雫やってくれた方がね、ありがたいんやけどね。こっちとしては。この森のおっちゃんが強いの？森のおっちゃんが強いのよ。これね、ゲームバランス調整する前はもっと強かった。この森のおっちゃんがね、強すぎたのでね、これでも弱体化してるんですよ。よいしょ。ふぅ。ちょっとなるべく逃げたいんやけどね、逃げられるかどうかなんだよね。お、毒になっちゃった。毒になっちゃった。なるべくね、戦闘は避けたいんだわな。あ、応急手当てで毒は回復しねえ。キュアポイズン。ねえ。よいしょ。オッケーオッケー。ここにね、隠してあるんで、隠れるように宝石置いてあるんですよ。逃げろ。ん、毒はめんどい。めんどいめんどい。毒とかめんどい。よいしょ、よいしょ。振動も愛しい。はい、宝玉ゲット。そしてこっち、宝箱。スフィアボム。おめえやだよ。おめえやだ。ただね、素早さは低い設定にしてあるから。逃げられるはずなのよね。おっと、設定ミスだ。たまにね、こういう設定ミスの恒例が出てくるんですよ。たまに設定ミスでモンスターユニットが存在しないっていうね。おっと、ラドンは逃げらんねえな。これは素早さ高いから逃げられんな。
仕方がない。マングロス。応急手当。シンプルだね。よいしょ。おっと、サタンクロスにするつもりが間違えた。ピックポケットなんてものもあるんですけどね。あの、盗むよりもやった方が早い。盗むよりも倒した方が早い。盗むよりも倒した方が早い。とりあえず宝玉も探しつつ、あ、またその、またこのパターンか。なんかいろいろ設定ミス多いな。そこもちゃんと終わった、たたた。ふぅ。逃げろ。先制攻撃可能なら逃げるべし。可能な、先制攻撃可能ならば逃げるべし。よいしょ。よいしょ。なんでお前出てくるんだよ。逃げるべし。確か、ここ、見えない！ここにある、ここに置いてあるんですよ。見えないけれどね。こんな見えないところに置くなってんだい。そりゃ宝玉集まらんよ。そりゃ宝玉集まらんよ。はい。なんか買うかい？ちょっと迷っちゃった？あーいらん、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 命ゲル奇数は残しといてもいいかな。リダレクトボトルはいらん。いらん。一気に売れないのがね、困るね。いらん。あんまりね、アイテムありすぎてもね。よいしょ。スフィアボムどうしようかね。まあ、スフィアボム売っちゃっていいかね。まあ一回ぐらいどっかで使ってもいいかもしんないけど、まあ2個残しとこう。買う。まあはっきり言ってね、この綺麗な水があればね、他の回復アイテムいらんのよね。もう命ゲルもきついもいらん。売っちゃおう。綺麗な水を買い込んでおきましょう。このゲームあんまりね、ちゃんと買い物すればね、お金に困ることってほぼほぼないのでね。もう10個ぐらい買っとこうかね。お金余裕あるし。うん、まとめ買いができんのは困るわね。スクール3ならまとめ買いできたんやけどね。はい、オッケー。はいな、コスチュームプレイ。マイブームなんだね。よいしょ。はい。
あお前は、まあ、一応逃げてみるな。やはり逃げられない。仕方ねえな。よいしょ。どうしようかな。シャープネスしよう。シャープネスして、敵全体をキルにして、ふいふい。で、リダレクションして、で、敵全体をキルにすれば、OK。の、血縛り。そんなものがあったのか？オッケー。やっぱりあの蜂からは逃げられんか。お前は出てこなくていいよ。ね、この森のおっちゃんは強いからね。おっちゃんは強いんだよ、おっちゃんは。で、ここにもね、隠れるように置いてあるんですよ。そりゃ宝玉集まらんよ。おっと、またこのパターンか。よいしょ。はぁ、3マップ目。この看板は読めません。ここの看板は読めません。お前逃げられんなぁ。しゃあなぁ、まったく。さあ、レクション。よいしょ。オッケー。オッケー。よいしょ。ウェブ。クルシ。うわぁ、毒困る。不意打ちで回復してもなぁ。うわぁ、二人とも毒や、チクショー。よいしょ。はい。まったく仕方あるめえな。先制攻撃でも敵が出なきゃ文句はない。敵が出なきゃ意味はない。はいはい。ここでね、合計2000手に入って、そしてここにね、見えない位置にあるっていうね。なんでそんなややこいところに置いたし。そんなね、そらクラッシュバンデクでもね、見えない位置にね、あったりするけれどさ、それを RPG でやるな。オッケー。いやー、なかなかやね。よし。逃げろ。はい、ここについてはありません。ここのワープはランダムではありませんが、まあね、セキルートで行きましょう。うん。
ひえ、毒になっちゃった。毒になっちゃったよ。毒がめんどくせえ。あ、こっちだ。こっちだね。はい、OK。まあ、これも演出のうちだ。そういうことにしておこう。おっちゃんはいらないんだよ。おっちゃんは強いんだよ。おっちゃんが強いんだ、これが。おっちゃんが強いんだわ。よいしょ。5000円。おっと、これは逃げられんな。残念ながら逃げられんな。よいしょ。よいしょ。そして敵全体を切る。ふうふう。あ、そい。オーケー。おし、こっちだね。オーケー、こっちだ。さて、4マップ目ですが、さっきの魔法陣はここにワープしてきます。先制攻撃なら逃げるべし。36系逃げるにしかず。ね、ここ岩がたくさんあってね、先に行けないようになってます。おっちゃんは強いんだよ、おっちゃんは強いんだよ、おっちゃんは強いんだよ、おっちゃんは強いんだよ。でね、ここまた見えない位置にある。見えない位置にありすぎやろ。何を考えとんねん、当時の私は。不意打ちで何が出てきたんや。逃げろ。うわー、毒になっちゃった。よいしょ。よいしょ。毒がうっとうしい。そして、はい、ここにある。また見えねえ。お、レベルアップ5を手に入れたぞ。何回も使えばそのうち強くなる。それもね、レベルアップアイテムです。はい、 OK。 あれ、経験値獲得アイテムでしてね。はいよ。はい、またから、はい、またからのモンスターユニットを指定してるから、ああなってるわけでございますね。うん。逃げろ。いやー、毒だ。あら。うわ、また毒になったね。よっしゃー。よいしょ。よいしょ。マジックパワー消費4分の1っていいね。はい、またからのユニットだ。うん。よいしょ。来ました。この聖水アムリタ。聖水アムリタは、はっきり言ってチートアイテム。これは綺麗な水が。完全回復アイテムですが、聖水アムリタは、それが12回使えるっていうね。せめて3回使えるぐらいにしておけば、なんで12回にしたんだ。
あー、おめえにグランデ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。敵全体を切る。オッケー。しかし森の戦闘背景くれえな。よいしょい。んで、こっちルートなのね、うん、行くべき道は。はい、しばらくお待ちください。少々お待ちください。オッケー。ウェーイ。また毒になった。鬱陶しいね、毒。毒は鬱陶しいね。さあ、応急手当の毒は回復しないんだわ。あ、ここにあるか。100円です。あー、また逃げらんねえ。よいしょ。もうリダレクションやっとこうかしらね。そして敵全体を切る。 OK。オッケーオッケー。しばらくお待ちください。はい、オッケー。よいしょ。よし。さて、船のある場所に、はい、ここにあるわけですね。効力あるわけです。そしてもう一つ、ここにあるんです。見えねー。はい、効力の数は合ってるかな。王玉の数は55個。よし、追ってます。そしてここでセーブポイントです。セーブポイントでございます。はい、セーブおしまいです。はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス。次回へ続きます。